Crazy in Love を披露するビヨンセと JZ。Crazy in Love はアメリカ合衆国の R&B 歌手、ビヨンセとヒップホップラッパー、JZ との共演楽曲である。ビヨンセと JZ、プロデューサーのリッチ・ハリスンによって作られ、ビヨンセのソロデビューアルバム、d a n g e r o u s ンラ in Love の先行シングルとなった。この曲のブラスの部分は1970年に雑誌に。 ライツが発表した、アーユーマユーマンからのサンプリングである。2003年7月8日に、アルバムからの先行シングルとしてリリースされ、アメリカ合衆国とイギリスのナショナルチャートで主要、獲得し、その他の国でもトップ10位でした。この楽曲には、様々な批評も受け、ビヨンセ自身も様々な賞を受賞した。2021年、ローリングストーンの選ぶオールタイム。 グレーテストソング500において16位にランクされている。2002年、ビヨンセはペプシコ社と契約、同社の CM に出演するようになり、この曲も BGM として使われた。この曲は2004年のロマンティックコメディ映画、ブリジット・ジョーンズの日記切れそうな私の12ヶ月の公式サウンドトラックにも収録された。同じ頃、 アメリカ合衆国のコメディ映画最強女装計画とタクシー n i のサウンドトラックにも用いられた。2007年にはコメディ映画噂のゲげンに恋をした。でもサウンドトラックに収録された。オール・オブ・アスのクリフ・ハンガーでもロバートとネイセイがこの曲を間違えた。アジア版デンジャラスリーンラブにはラップが F4 のバネスーによる 北京緩和のラップに差し替えられたものもある。この曲は、ロックワイルダーリミックス、モーリス、s ニューソウルリミックス、アンドジュニアーズワールドリミックスといったリミックス版があり、クレイジー・イン・ラブのシングルに収録された。この曲は、様々なバンドにカバーされており、イギリスのロックバンドザ・マジック・ナンバーズがこの曲をカバーした際は、オーストラリアのラジオ曲トリプル J のライク、 A バージョン CD、DVD の第3巻に収録された。アメリカ合衆国のオルタナティブロックバンド、スイッチフットは、ヤフーのカバーアルトという企画でこの曲のカバーを行った。スイッチフットが曲のファンダメンタルエレメントをいじる際、スイッチフットは自身のロック魂を込めたとのこと。スイッチフットによるカバー版のビデオはヤフーペプシスマッシュ ウェブサイトで見ることができる。2003年には、アイルランドのシンガーソングライター、ミッキー・ジョー・ハートが、チャリティアルバムイブンベターザンザ・リアル・シング・ボリューム1で、アコースティックのカバーをした。これ以外にも、オーストラリアの歌手ジェシカ・マーボイ、イギリスの3人組プッピーニ・シスターズ、ポーランドの歌手、ニーナ・キセリンスカ、スコットランドのロックバンドスノー・パトロールもカバーした。 ザ・マジック・ナンバーズ版は2007年にリリースされた、スターバックスのコンピレーションアルバムサウンズ・エクレクティック・ザ・カバーズプロジェクトに収録された。アントニーザ・ジョンソンズがツアーでこの曲のカバーを行ったが、レコーディングはされなかった。ありがとうございます。